仙台臨海鉄道株式会社は宮城県で貨物専業の鉄道を経営している鉄道事業者である。宮城県や日本国有鉄道などの出資により設立された。仙台市の臨海部に貨物鉄道を付設する構想は1962年に始まる。この年に宮城県が策定した新産業都市仙台湾臨海地域開発計画の中で 開発予定地である沿岸部と内陸部を結ぶ鉄道路線の建設が盛り込まれ宮城県と国鉄が協議を始めた。この構想段階においては臨海鉄道と国鉄線との接続について二つの案が検討された。一つは東北本線が持ち支線の宮城野駅から分岐する形で新線を建設するものでもう一つは東北本線の陸前三能駅から分岐する形で 線路を敷設するものだった。太平洋戦争中に、多賀城には海軍交渉があり、陸前三農駅からここへ向けて、軍用線が引き込まれていた。臨海鉄道の陸前三農駅分岐案はこの、軍用線跡地を活用するものであり、検討された結果この陸前三農駅分岐案が採用されることになった。1970年に、宮城県や国鉄、建設中である、 仙台港に進出を予定している各企業の出資により仙台臨海鉄道株式会社が発足しこの年のうちに鉄道の建設工事が始まった仙台港については1967年から建設工事が行われており1971年の7月に開港を迎えた仙台臨海鉄道はまず東北石油仙台製油所に対応するために この年の10月から臨海本線を開業して営業を始めた。ついで仙台港の公共不当整備に合わせて1975年9月に仙台不当線が開業し、またキリンビール仙台工場の仙台港への移転に伴って1983年4月に仙台西港線が営業を開始した。仙台臨海鉄道は貨物専業の鉄道事業者であるが何度か 期間限定で旅客営業を行った。1987年に仙台西港駅付近で開催された87未来の東北博覧会では仙台駅と仙台臨海鉄道に臨時に設置された東北博覧会前駅との間を旅客列車が往復した。このうち一部の列車は西日本旅客鉄道から借用した蒸気機関車を使って運行された。 また1997年に仙台西港駅付近で開催された国際夢交流博覧会でも同様に仙台駅と臨時に設置された夢交流博前駅との間を旅客列車が往復した。なお2018年9月に仙台不当駅松島駅間で運行された仙台港に寄港するクルーズ船客を運ぶ臨時のアクセス列車は東日本旅客鉄道が 第二種鉄道事業者の許可を受けて事業主体となった。以下の三路線を保有している。路線図仙台臨海鉄道の機関車は側面にキリンビールの車掌を掲げていたが、これは荷主へのサービスで広告料は徴収していないとのこと。東北石油の車掌も同様に掲げていたが、同社が新日本石油生成に合併したため、こちらも現在は掲出していない。 2006年現在、機関車の全般検査業務は、福島臨海鉄道に委託されており、入り出場時には、福島臨海鉄道の浜駅との間で、公衆鉄道車両輸送が行われている。なお、2018年には、技術継承のため SSD55 から103の重要部検査を一部直轄で施行している。また、車輪作成は、日本貨物鉄道線大総合鉄道部に、 委託されている。東日本大震災により壊滅的な大被害を受ける10ヶ月前に撮影された仙台港駅構内のコンテナヤードと貨車研修庫風景。2010年5月2日撮影。JR 貨物東北支社より仙台貨物ターミナル駅、岩沼駅、陸前三能駅の貨物駅業務を受託している。また、貨車の交番検査を受託しており、 仙台港駅構内の機関区で1日2両程度を施行している。ありがとうございます。